コニコになったかなと思ったら、そっか、車の裏やもんね。車の時はずっと僕はね、それを探して1個も見たことなかったんですよ。で、下見行った時に5個は見つけられなかったけど、いくつか見つけた、取れはせんかったけど、3つぐらいかな、取れたの。だから、ちょっと、ぶつけ本番じゃないけど、これまあ、なんとかじゃないけどっていう話し方あるよね。それって別になんとかじゃなさすぎるときとなんとかなすぎるときあるよね。そういうことを言いたいのと、あとはそういう話ばっかりしてた2年前、それにも面白いって言ってくれてたゾラヨさんが来てくれましたこと、最近また復活してくれましたこと、スマブラやってるなら来ますって言ってくれたこと、そして僕はスマブラを今は少ししか上げてないこと、ありがとうございました。でもスマブラはちょっとしかやってないけど、でもちょっと上げる、ちょっとは上げるんで、またよろしくお願いします。何の話に繋がってんの？わー。いた。これ1個やな。どこにいたの？早すぎてわからん。いる？いた。むずいな、ここ。犬がもっと欲しい。いないな。この視点がこうされてる時に来たら怖いな。きついな。スピードは関係ないからゆっくり行こうか。ないね。ある？はい。